こんにちは、倉田奈々です。はい、今回はですね、私のダイエット法というよりかは体型維持法を皆さんに紹介していきたいなと思っています。で、ちょっと前に私がダイエット動画を出したんですけど、その内容がね、結構コメント欄とかでも体が心配とか、危ないよっていう声も多かったんですけど、あのダイエット方法は自分に本当に甘くなりすぎて太っちゃったとか、大事な撮影があるからもうちょっと締めないといけないな、体をね締めないといけないなっていう時にやるダイエット方法で、年に1回2回あるかないかくらいなんですけど、あのダイエット方法を3日くらいやって、こうもう甘くして、自分に甘くしてて、こう太っちゃった分を落として、そっから元に戻して体型維持していくっていう感じなんですけど、元々のメニューは今から紹介するメニューなので、そっちを紹介していきたいと思います。で、ダイエットしたいっていう方も、もしかしたらこっちのダイエット法でやったら、結構私もそれこれでね太るっていうことがないので、ダイエットにもなるんじゃないかなと思います。それではスタート。はい、では今回もメモに自分がやってることを書いたので、それを見ながら皆さんに紹介していきたいなと思っています。で、今回は朝起きてから夜までっていう感じで、順番にね紹介していきたいなと思っています。まず起床してから、まずは常温の水コップ1杯もしくは白湯1杯を飲みます。これはね、常に毎日やってますね。はい、冷たいお水じゃなくて常温のお水か白湯、まあどっちかって感じですね。まあ、大体これぐらいのコップ1杯飲んでますね。何よりも先に起きたらまずそれって感じです。朝ごはんは基本果物とかなんですけど、まあ食べるって言ったらバナナが多いので、バナナとか、あとオイコスのヨーグルト、あと前の日の残りのお味噌汁とかスープを飲んだりもします。あとグラノーラとか。私もともとこう朝ごはんとかでしっかり食べることができなくって、朝しっかり食べると気持ち悪くなっちゃうし、こう体調が悪くなってしまうっていう体質なので、私はそういう感じで食べてますね。結構スムージーのみにしたりとかっていう方も結構多いんじゃないかなって思ったりもします。普通に普段から朝ごはん食べますっていう方には、こうカロリーの低いものを選んだりとか、和食にしたりするといいみたいです。次、ウォーキングです。ウォーキングも毎日します。30分から1時間のウォーキングをしますね。前のダイエット動画とかでも、ランニングじゃないんですかみたいな話もあったんですけど、私の体的にはランニングよりもウォーキングが合っていたので、ウォーキングって感じなんですけど、全然ランニングでも大丈夫だよって人はランニングやってもらっても大丈夫です。お昼は私、玄米ご飯をお茶碗1杯と、普通におかずはその時あったおかずとか、夕飯、前の日の夕飯の残ったおかずとか、その時にあったものを普通に冷蔵庫見て作って食べるって感じですね。普通にお昼は普通の食事をしてます。で、お野菜とか納豆は食べるようにしてますね、結構。はい、午後で、お昼食べ終わった後の午後は、お家にいる時は大体、まあ YouTube 撮影とかがあるので撮影したりとか、本当に何もすることがないなっていう時は、体を動かしに外に出たりとかします。別に何ってなくって、筋トレとかもまだする時間帯じゃないので、ゆっくり過ごしてます。でも横にならないように心がけてますね。食べた後すぐ横になったりすると良くないって聞いてたりもするので、まあ横になるのなら右側を下にして横になった方がいいって聞いたことがあります。お風呂は絶対半身浴です。私もうこれは絶対半身浴なんですけど、私もともとお風呂が大嫌いで、中学ぐらいまではお風呂入るのも嫌だし、湯船があってもシャワーだけとかで済ませてたんですけど、高校入ってちょっと経ったくらいに、なんか急にお風呂が好きになって、そっから半身浴するようになったんですけど、私本当に代謝が悪くって、もうお風呂に1時間2時間入っても汗かかないし、こういろんなね、学校とかで運動したりとかもすると思うんだけど、運動とかをしても全く汗をかかなくって、本当に代謝が悪くて悪すぎてっていう感じだったんですけど、半身浴してもう2年3年、もう今は運動したらめちゃめちゃ汗かくし、もうお風呂入って10分ぐらい経ったらもう顔とかめちゃめちゃ汗かくので、代謝がすごい上がったっていう感じですね。で、半身浴のおかげで代謝アップしました。マジ、これはマジ。だいたい半身浴は20分から30分って感じですね。で、その後はクリームを、毎回保湿のためにね、こうクリームを塗るんですけど、それと同時に1日の疲れとかを
取るためにマッサージしてっていう感じなんですけど、血行がいい時にマッサージした方がいいよって言われたので、私はそういう風にしてます。夜ご飯は私、今までお嬢様酵素、前の動画の本当に体重を落とさないといけない時も夜ご飯はお嬢様酵素にしてたんですけど、夜ご飯は量を減らします。まあ、夜そんないっぱい食べても寝るだけだしっていう考えなので、自分は、どちらかというと野菜、お味噌汁とかいうものを取ってご飯とか、結構ね全体的に量を減らします。自分は食べるものを考えますね。夕飯は、夜ご飯は18時前に取るようにしています。部活とかもあって大変っていう方がいると思うんですけど、やっぱり寝る 2,3 時間前までは食べてほしいなって思うし、ダイエットをするのであれば21時前には食べてほしいなって思いますね。私も今日夜ご飯は4時半5時ぐらいに済ませました。はい。で、筋トレは私毎回1時間ぐらいするんですけど、食事の1時間後ぐらいかな、30分から1時間ぐらいトレーニングをします。ひっそり部屋でやってます。結構ねこれもきつくって、トレーニングするときはそう、専用のレギンスがあるんですけど、そのレギンスを履いてトレーニングします。最初の方とかはもう筋肉痛にもなるし、結構効いてるなっていう感じで、でちゃんと効果も出てきてるので、はい、それは毎日やってますね。その後に顔のマッサージ5分から10分私はやります。最近ねこう顔のマッサージ法も変わって、こう耳のところをこうやってマッサージしてから始めたりとか、顔のダイエット法とかも変わりました。その時気をつけていることなんですけど、お菓子は食べないです。やっぱりスナック菓子とかは太る原因だし、自分のやっぱり体型とかを見て必要なものじゃないなって考えたりもするので、お菓子は食べないです。で、携帯を下で見ないっていうことは心がけてるんですけど、今はねこうやってちょっと映ってたら嫌だなっていうのがあるので下で見てるんですけど、基本やっぱりちゃんとこういう風に見たりとか、こう寝ながら寝たとしても上でこうやって見たりとかっていう感じで、やっぱり携帯を見る位置っていうのを心がけてます。お水は 1.5 から2リットル。これはやっぱり譲れないですね。質問でもお茶でもいいですかっていうコメントとかもあったんですけど、全然お茶取ってもいいと思います。ジュースじゃなければ。ダイエットするならジュースはやめてほしいなっていうのもあるし、サロンとかクリニックとかの先生からもお水取ってくださいって言われたりもするので、私はお水を取ってますね。やっぱりお水取ってから全然むくみ方とか肌とかっていうのも全然変わってきたし、お水はやっぱりいいんだなっていうふうに思いました。あと姿勢も気をつけてて、私もともと本当に猫背だったので、すごい肩もすごい内側に入っちゃうし、猫背だしっていう感じで綺麗な姿勢が保てなかったので、それは意識してますね。やっぱり整体行ってからも先生とかに注意されたりもするので、姿勢は気をつけてます。あと30回以上噛むっていうこともしてますね。こう玄米ご飯って結構硬かったりするんですよ、ちょっと白米と比べて。だから噛む回数も増えるし、噛む回数が増えれば満腹にもなるし、もともと本当に噛まないで飲んじゃうタイプの人間だったので、太る、それじゃ太るよって親にも言われてたんですけど、30回以上噛むようにして、小顔効果とかにもあるしいいのでやってますね。最後はお腹に力を入れて生活をします。歩く時とか、どっか行かないといけないとか、外に出る時とか、歩く時は常にお腹に力を入れてやってます。こんな感じが私の体型維持法なんですけど、まあ、これをやって体型の維持をしつつ、ちょっとずつこれで体重も減っていくかなっていう感じですね。一気にボーンって落とすっていうよりかは、ちょっと前に出したダイエット法で徐々に太ってた時期の分のものを落として元に戻ったぐらいで、そっから筋トレとかも加えて普通に食べるようにして綺麗な体を作るっていう感じを私は心がけてます。この方法でもダイエットにつながったりもするので、ぜひ皆さん自分流に変えてもいいので試してみてください。ということで、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。それではバイバイ。